こんにちは、フルート奏者の町井愛です。今日はスラーがきれいにできる方法をお話ししていきます。このチャンネルではフルートに関するお悩みや演奏のリクエストをコメント欄で受け付けています。先日、音がスラーの時にきれいにつながらないといったお悩みをいただきました。いつも素敵でためになる動画をありがとうございます。 相談があるのですが、スライド吹いていても音が一つ一つ独立して聞こえてしまいます。原因は指の上げ下げが左と右で違うのと、中音正とでのように運指が複雑なものに慣れていないのだと思います。タファネルゴーベールをして指練をしているのですが、なかなか一つのフレーズのように聞こえません。いい練習法や改善方法があれば教えてください。とのことです。 まず、スラーで音が一つ一つバラバラになって聞こえてしまって、繋がったように聞こえないということで、指練をしているということは素晴らしいことだと思うんですね。 右と左の指が同じタイミングで動いていないともちろん間に音が入ったりとかしてしまうのでそれはすごく大切な練習だと思っていますですが私が思うになんですが質問者さんがおっしゃっている音がバラバラに聞こえるスラーになって聞こえないということは指が左右同時に動かないということと別の問題だと私は思うんですよね右の指と左の指が同時に動かない時に起きる現象としては基本的に 間に音が入っちゃう。間にその吹く予定のとは違う音が混ざってしまうということが起きます。 で、音がバラバラになるということにはそれはあまり関係ないことだと思うんですよねでもちろん右と左は同時に動いた方がいいのでその練習はぜひしていただきたいんですけれどもスラーで一つ一つの音がつながって聞こえるようにフレーズ感があるように聞こえるように演奏するためには指が同時に動いているかどうかということではないところにポイントがあると思っています ただ左右で指が同じタイミングで動いていないということを自分で自覚していらっしゃるのであればもちろんその練習は続けてください特にチェーーっておっしゃっていたような全部オープンの指からクローズの指に行くっていうこういう指、まあ、チスでももちろんなんですけれどもこういった指の時っていうのはやはり指がバタバタしますし左の指を押さえるタイミングと右の指を押さえるタイミングそして外すタイミングも同じじゃないと間に音は入ってしまいます 例えばチェーー、つえで、つえで、これを右と左でタイミングがずれると、例えば、どかられに行くっていう時には、もし右手が遅ければ、どーフレー、どーフレーっていう感じで、ふっていう何か間に音が入ってしまいますし、まあ、右手が早い分には、 もし右手が早ければ、どうーシフラットレーとか聞こえるかなと思いますね。で、そういうふうに間に音が入ってしまうので、同じタイミングで指は動かせるようになるための指練っていうのはもちろん続けてほしいんですけれども、スラーで続けるっていうのはちょっと違うっていうことですね。なので、その練習が無駄ということではなくて、その指を同時に動かすというための練習になる指の練習っていうのはしっかりやっていただきたいんですが、スラーで綺麗に音をフレーズ感の中で動かしていくというときには、 音が一つ一つバラバラになってしまうっていうところに直接つながるようなことではないと思います。まあ直接つながると言えばつながるんですけど、そこじゃないんですよね。そのスラーで綺麗に吹くっていうことで大切になってくる部分っていうのは。その時に大切になってくるのは息の流れとお腹の支えになります。この息の流れが綺麗にフレーズ感の中で息を流せていないと、 音のフレーズ感はこうガタガタしてしまうんですね。綺麗なフレーズの中で息をまっすぐ流せていればその流れのようになっていきます。これは歌を歌う時と同じなんですけれども、例えば歌を歌ってて、ああこういうふうに例えば歌うとしますよね。その時、息をしっかりまっすぐ流しているので、ああここ綺麗にレガートになると思います。でもこれがあまり流れてないと、 あー、あー、あーこういうふうにバラバラになります。こういうのと同じ現象が起きてるんです。今私が音を流さなかった時っていうのは、息を流していませんでしたし、お腹の支えもしっかり入れていなかったんですね。もう一度私の声で聞き比べていただきたいんですけれども、ああーあー、これはしっかり息をまっすぐ流していて、お腹の支えをしっかりしてます。

聞き比べてみてみどどううででしたか分かったかかか分っんんじゃないかないと思うんですけれども最初が息をきれいに流しててお腹も支えてました次は息を流さずに一つ一つの音を吹いているような感じになっていましたお腹の支えももちろん使っていませんこんな風になっているんじゃないかなと思うのでもちろん指のタイミングも大切なんですけれども気をつけなければいけないのは息をしっかり流していくことと あとはお腹の支えでしっかり音を支えていくっていうところですね。この息をまっすぐ流すっていうのは簡単なようでなかなか難しかったりする点なのかなと思うんですが、息をまっすぐこういうふうに長く吐き続けるってなかなか苦しいことなんですよね。で、それをしっかり支えるのがお腹なんですね。お腹をしっかり支えていると息を長く吐いていくことができます。これは例えば息をお腹の支えなしで吐いてしまうと、 こういうふうに抜けてしまうというか息がさっさとなくなってしまうんですけれどもお腹の支えをしっかり入れてあげるとこういうふうに息を長く吐き続けることができます。 のでこの質問者さんはもちろん指の練習も是非していただきたいんですけれどもレガートで、ね、スラーできれいに音をつなげていきたいというのであればお腹の支えをしっかり入れることと息をしっかり流していくことというのが大切になっていきますのでその点を是非練習の時に見てみてほしいなと思います息を流していく時にフルートでやるのが難しいなって感じる時にはさっき私がやったように歌でやってみてください 歌を歌っている時の方がフルートという楽器を介するよりも簡単にできるはずなので、その歌っている時にできてなければフルートでやるのは難しいと思いますので、まず歌ってみてください。タファネル・ゴーベルの一番をやるとしますよね。やってみますね。お腹の支えを入れて息をしっかり流していきます。ダリラ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 リ。じゃあこれをお腹の支えを抜いてみます。お腹支えてないと多分4回分 のこの上下が持たないと思うんですよ。ちょっとお腹の支え抜いてやってみますね。しっかり結構もう息が流れちゃうので息を流さないようにするのが難しいんですけど。ダリダリラ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 。 リリリリラリラリラリ、うん、やっぱりお腹の支えを使ってないと息を多く使ってしまうのでしっかりと息を流しながら長いフレーズ感で喋るっていうのが難しく感じますねこういった感じで喋ってみても大きな差があるのでもちろんフルートでも大きな差がありますもし声でやってみてうまくいかないようだったらフルートでもうまくいかないと思いますのでまず声でやってみてくださいお腹をしっかり支えを入れて息を一定の速さでしっかり流していくんですねこの 息を流すすっていうのがすごく大切でやはり音楽っていうのは呼吸の中にあるものですからこのリズムの中拍感の中っていうのは呼吸の中で音が動いているようなイメージだと思いますのでそれをしっかり感じていくためにもお腹の支えをしっかり入れた状態で息をそのテンポ感の中で拍の中で流していくっていうのがすごく大切になってきます。 何度も申し上げていますが、指の練習もすごく大切です。それもぜひやってみてください。右と左が同じタイミングで動くように細かい練習をしてみてほしいんですが、質問者さんがおっしゃっているようなレガートがうまくいかないっていうお悩みは、このお腹の支えと息をしっかり流していくということが必要になってきますので、その練習をぜひやってみてくださいね。この動画が役に立ったなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルではフルートに関するお悩みや演奏のリクエストをコメント欄で受け付けていますので、 でぜひ書いていってくださいねそして私のポップスの演奏はこちらのチャンネルで上げていますのでぜひ見ていってくださいね最後までご視聴ありがとうございましたまた別の動画でお会いしましょう